やろ。ちょっとエミタルとご飯映るようにしてよ、うんうん、そっちアングル任せるから。あ、なんか平行いた。平行いたぞ赤ちゃん。俺じゃないぞ。もう戻してあげて、戻してあげて。怖いわ。え、これでいいじゃん。これで大丈夫？大丈夫。目離さないで。離さない。リスナーが見てる。これじゃあつなぐね、コラボ。はい。よいしょ。どこだ？エミタロいない。いた。ピ。これでミュートやっちょの開運祈願でエミタロがね作ってくれるということで、今日は来ました久留米に。あ、またひっくり返ってる。これ。繰り返すか。奥に寝かせて。さあ今ウインナーを切ってますね。よいしょ。はい。奥に寝させた。はい、赤ちゃんはリスナーさんとの監視のもと作っております。本日は手洗って。洗って、さっき洗ったの。洗った洗った。来る前も洗わない。本当に洗った、さっき洗ったって。これ用意しに来た時に。そうなの。洗った洗った。もう一回洗おうか。じゃあ謝ってよ。ごめんね、ごめんね。二度と行かねえよって言ったやん。さあ、ウィンナー、ご飯。いつもは僕はバターライスで作ってますけど、定番ですね。さあ、今何をしてんでしょうか。油かな。なんかくちゃくちゃ食ってたな。何食べた？つまみ食いした？うん。なんかくちゃくちゃしてた今。してない。してない？何食べる？なんか食べてたよね今ね。入ってない。で、気のせいか。なんやその舌は。赤ちゃん見てるよ、反射して。玉ねぎは入れないのってコメントはあります。なんか上着を着せてあげて、赤ちゃんに。なんか毛布、毛布。どこに毛布すればいい。毛布をすればいい。さあ、ウィンナーを焼いております。香ばしい音が鳴っております。いい音が鳴ってます。 ASMR でしょうか。出る見えるようにして。めっちゃ寝返りしようとするわね。トントンするといいかな。しきちゃん、やっちょのこと語ってた。なんて。ハトちょうだい。さあ、ウインナー。さあ、玉ねぎは入れないののコメントはスルーしつつ、我が道行くエミタロです。さあ、スヌーピーの服を着ております。こっちは羊で太鼓。ウインナー飯やん。いやいや、今ね、根底がありますから、人それぞれね。あ、喧嘩したつもりないとね。はい。俺も喧嘩してないよ。しきちゃん、ラブユー。
さあ、頑張れ赤ちゃん、すくすく成長期です。さあ、まだ4ヶ月なんでミルクしかダメですね。来てもいいよ。じゃあ4ヶ月の赤ちゃん記念日なんでね、あとエミ太郎もね連れてきます。お母さん許可も、本当は今日ね働かないといけないけど、ちょっとね今日しかないなと思ったんで、明日から働いてもらいましょう、エミ太郎にはね。スヌーピーの服かわいいってことですね。赤さんかわいいって、赤さんすくすく成長期です。さあ、ママが今料理作っております。あ、見た、泣き止んだって、すごいね、ずっと横向きだからね。サイドヒューマン L そっくり。そう、ずっと寝返りしようとしててね。同じ体勢が疲れるんでしょうか。前回会った時からもう1ヶ月ちょっと経ったのかな、僕は。なんか全然顔が変わった感じですね。前もっと毛がなかった気がする。女性だから、女の子とか髪の毛がね、すごい伸びるんじゃないかな、男の子より生えるすると。さあ、これはケチャップライス早くも。早い。ぜひね、卵にはね、ケチャップで、なんか書いてほしいですね。ハートかなんかね。さあ。赤ちゃんめっちゃ元気ね。名前呼んであげるといいわ。エロールエロー、エロー一緒ですね。ミタロお母さんもよく僕の手を握ってくる。親子にいましたね。ね、赤ちゃんが今手を握ろうとしたのも見えました。今ちっちゃい手で僕の10分の1の手のサイズです。すごい、でも熱があるぐらい熱、赤ちゃんって温度が高いですね。これを原動力に生きてます。シングルマザーですね。なんと TikTok 配信者のルイージが父親でございます。スピード結婚によるスピード離婚でございます。ギネス記録となっております、エミタルとルイージがね。まあ、ゼロワンっていうね、ふわっちと TikTok も、1ヶ月で離婚したというね、それもちょっとギネスに載っております。ゼロワンとクールちゃんね、検索。さあ、なんだこれは。牛乳とバター。さあ、バターをね、あ、泣いてますね。大丈夫かな。ね、赤ちゃんはね、わかんないですよね。何で泣いてるのかね。はい、泣きやみました。さあ、生クリーム。牛乳じゃない、生クリームを入れることによって、どうなるんでしょうか。元気すぎるね。ゼロワンの奥様は来るだね。ゼロワンでも 2,3 回離婚してんのかな。あ、やばい、泣き泣きね。泣いてなかった。おー、どうしよう、こうね、よしよししとこう。いやいや、こんにちは赤ちゃん。うわ、エル、ダメだ。これね、泣いちゃいますね。これ、抱っこはできない。どうしたらいい、添い寝したらいいかな。さあ、もうちょっとお母さん帰ってくるんでね。握手しよう、握手。ほら、ここ持ってる。イエーイ。ね、楽しもうぜ。ごめん、ミルクだと。あ、ミルクね。ちょうどじゃあ、一回ちょっと中断して、ミルクをどうしたらいいかな。ミルクらしいで、ね、これ泣き始めるとミルクね。さすがお母さんね、分かってらっしゃいます。さあ、寝返りじゃなかったです。さあ、ミルクタイムでございます。ちょっとお腹空いちゃったのかな。さあ、ミルクを待ってます。ミルクタイム突入です。スーパーバブバブタイム。お、すごい、蹴る。
すごい力で蹴られてます。暴行罪おしゃぶりすると静かになるよね。さあ、スーパーバブバブタイム、ミャンミャンピャンピャンニャムニャム、マッチャージマッチャージチケリスナー、もっと蹴られろ、なんでやねん。ミルクあげないとですね。背中さするの。あ、めっちゃ蹴る。痛い痛い痛い。うんこかな。大丈夫かな。うんこじゃないかな。なんか臭い気もするんだよね。違うかな。どっちだろう。見てもらった方がいいかな。これ、あげたいの、うん、熱い熱大丈夫で。これどうやってあげたいの、抱っこしてあげんの、まあ、犬寝かせて寝かせたままあげていいの、うん、喉詰まらない、大丈夫、その時点で持って寝ながら吸うようになる。本当そうだよ。これで合ってるで、なんかね、どうやってあげるの、上の部分はね、これが上に来る、はいはいはい、これ上にして加えさせたらいいの、うん、痛い痛い痛い、めっちゃ蹴る、痛い痛い痛い、あ、違うんじゃない、わ、出したね、ほら、あれ、おむつ見てみたら、おむつなんか臭い気もするんだけど、ちゃうかな、おむつか、どう、わかる、わ、ほら、先が閉国からね、いや、大丈夫、まだ出てない、出てない、じゃちゃうか、じゃあミルクか、ちょっとこう毛布はかぶすとこなんかいろいろ出そう、なんかギャン泣きしたらまたミルクあげたんね、ちょっとこう、あ、めっちゃ閉国、どうしたどうしたんだろうね、どうしたんだろうね、うんこしたいのかな、めっちゃ閉国、ガスが溜まってんだ。さあ、じゃあオムライスをね再開してもらって、こきましたね、あなた便秘3分クッキング、今日も便秘に3分クッキング、便秘か、元気じゃなくて、さあバターを入れてかな、今日も便秘に3分クッキング、おならも成長のうちらしいです。ミルクじゃなかったってことは何でしょうね、めっちゃ蹴るよ。あ、でもちょっとご機嫌になったね。さ、卵。卵入れまーす。卵ね。ゲップさせる？まあ食べた後ですよね。すっきり得る。ちょっとご機嫌になりましたね。また泣いたらじゃあミルクあげてみましょう。顔見てほしい。あ、またミルクあげる。さあ、養育士は2000円でも2万円でもいいから送ってほしいって言われてましたね。さあ、この言葉ルイジに届けてあげてください、ハトでね。2000円でも2万円でいいんで毎月送ってくれって言ってました。はい。エミ太郎がね、いや、お腹冷えちゃう、そう、めっちゃ蹴ってるけどお腹冷えちゃうからね、うん、訴えてる暑いのか、お、早い、卵できました。さあ、卵にちょっとハートかなんかやってください、やっちょハートってして、やっちょハート、やっちょハートでお願いします。さあ、もうすぐできます。さあ、ラッキーフードです、ゲッターズ飯田の、ちょっとね毛布取るとね、おむつがちょっとね隙間から見えそうで危ないの、四季よりも誰かと比べなくていいです、誰かとね、
やばいやばい。できたやっちょとは書いてくれ。リクエスト通りにいかないのか、これね。ありがとう。オッケー、完成。あ、これなんかまた、ハートに、顔を描いてね。よし。さあ、届きます。おしゃぶり？寝返りさっきからしてるけどね。さあ、戻ってきました。じゃあちょっとコラボ切りますよ。よいしょ。